このコロナ期間で大変だと思いますが、最後まで諦めずに折れずに頑張っていきましょう。コロナに負けないで頑張りましょう。じゃあコロナで大変ですが、いい思い出を作れるように頑張りましょう。今年コロナウイルスの影響により大会が開催されてない地域もあると思うんですが、長野県は無事開催されて、少しでもバスケットボールで勇気づけられたかなと思います。自分たちは3年間バスケットボールやってきて、それを生かしてこれからの進路を生かしたいと思います。今回コロナウイルスの影響で自分の好きなスポーツができない人が多かったと思います。ですが今後私たちはコロナウイルスに負けないよう、自分の好きなスポーツをたくさん取り組み、今後に生かしていきましょう。全国の高校3年生の皆様へ、今回コロナウイルスの影響で自分の好きな種目のスポーツとかできなくなったと思うんですけど、まあ、全国で活躍できるプレイヤーもたくさんいたと思いますが、夏大がなくなったせいで、まあ、プレーができなくなってちょっと悔しい思いをしている人も多いと思います。これからも大学とかたくさんチャンスがあるので頑張ってください。他にも3年生がいたんですけど、途中で終わってしまった人たちのためにもこうやって頑張ってきたので、みんなで頑張りましょう。やっぱり厳しいスポーツだけど、それで積み重ねてきたものは絶対財産になると思うし、これからの生活に絶対に役立つと思うので、これからもそれを糧に頑張りましょう。このコロナで練習とかできなかったり、最終的には大会ができずに終わってしまった3年生もたくさんいると思うから、でもそれも経験にもなってると思うし、自分たちも最後まで練習しっかり一生懸命やって、それもその人生のステージとかにつながると思うので、全然もう多分怖がることはこれからないと思うので、しっかりこれから人生頑張りましょう。